はい、元 NHK 職員で現 NHK 党党首立花隆が NHK をベッカワーということで、令和3年、2021年3月の30日12時10分お昼です。今ね、国会の私のこの部屋にはテレビがあるんですが、なぜか国会議員だった時にはこの部屋のテレビは立花が受信料を払え、そしてこの開発室は私は受信料を払わなくていいと、もうこの辺もちょっとよくわからないんですけども、ちょっとテレビをつけているとですね、民放がですねこんなこと言ってます。厚生労働省の職員23名が深夜まで宴会してた。素晴らしいことですよね。ちなみに厚生労働省というのは、いわゆるお医者さんが多数在籍している省庁です。この国のコロナの専門当局です。よくね、当局のとか担当局とか言いますけども、まさに厚生労働省のですね、厚生労働省というところが、この国のコロナの専門家というか、コロナの情報を伝える機関なんですよ。大元ですね、伝えるというか。ワクチンを打てとかですね、そのコロナの感染を防止するために保健所に命令をして、何日以上外に出るなとかやるところなんですが、その厚生労働省の職員23人が、3月24日にですね、仕事終わった後、夜中の12時直前まで送別会を行い、飲食をしていた事実が確認されたと。これ素晴らしいことじゃないですか。もう緊急事態宣言が明けて、で、もう仕事が終わって夜中の12時ぐらいに、職場の仲間23人でお疲れ様、次の新しいところに行っても頑張っていこうねっていう、その飲み会をしたんですよね。これ何が問題があるんですかね。これ、コロナの新型コロナ感染症を防ぐ立場にありって、田村厚生労働大臣はそのようにコメントしていますが、だからもう大丈夫なんでしょ。厚生労働省の職員さん23人の人たちが深夜に酒を飲んで騒いでいたっていうこと、それは一番知っている厚生労働省の人たちが一番情報を集めているんですよ。日本のお医者さんや世界の状態情報ね。そうするともうコロナは安全だと分かってるんですが、バカなテレビやメディアがですね、コロナは危ない危ない、もう出てくるコメンテーター全部そうでしょ、コロナは危険だって。だからバカなテレビが国民をコロナが危険だと洗脳するから、このように最新の情報を持っている厚生労働省の人は、いや別にコロナなんて感染しても大したことないじゃん。あんなのし、コロナに感染して死んでる人っていうのは、ほとんどが、もうはっきり言います。死にかけの人やんって言ってるわけですよ。もう、言い方が今僕、死にかけの人って言い方は確かに不適切だとは思いますが、あえて強くそう言いましたが、例えば志村けんさん、昨年コロナで亡くなられてもう1年経ちますが、志村けんさんの、家政婦さんというかお手伝いさんの証言が出てきていますが、もう本当に、体調が悪かった。もう御年70歳で、毎晩お酒を飲んで歩いててですね、お仕事もされてて、人前では気丈に振る舞っていたけども、本当に疲れてる姿をたびたび見かけた。これコロナに感染する前ですよ。例えば有名人の岡江久美子さん、残念ながらもう亡くなられましたが、癌による抗がん剤治療をしていたと思われます。もちろん抗がん剤を、治療するということは、免疫力が著しく低下している状態でコロナに感染する。これは仮にコロナじゃなくても、いわゆる普通の風邪であっても、十分死に至る状態なわけですよ。免疫力が低下さ、免疫力を低下させてるわけですから。だから、厚生労働省の人たちは、どういう人がお亡くなりになって、いわゆる死に至っていて、どういう人たちが、コロナに感染しても、無症状あるいは軽症で終わるかっていうのを一番知ってる人たちなんですよ。だから、その人たちが、もう全然深夜で酒飲んで、これコロナに感染しないんじゃなくて、
感染しても大丈夫っていう確信があったから飲みに行ったんだと思います。もしもし、うんうん、あ、それは構わないよ、それで構わない、200円5枚でもいい、はい、はいはい、よろしくです、はい、ごめんなさいね。だからこれは僕、今回の事件っていうのは、このまあ事件というか不祥事なんですが、これはこの厚生労働省という国のコロナを管轄している省庁が、もうコロナに感染しても安全だということを国民にメッセージとして伝えてくれてると思ってください。ここはね、あの、例えばね、まあ、小池百合子さんとか東京都知事が出てきてですね、まあ、他の知事もそうですけど出てきてやってますが、彼女たちは専門家ではありません。厚生労働省のようにお医者さんが複数いて、厚生労働省の職員の中にはお医者さんいっぱいいるんですよ。もう法務省に、弁護士がいっぱいいるように、厚生労働省にはお医者さんがいっぱいいるんですよ。ちなみに僕も一人だけ知ってますけど、厚生労働省で働いてたっていうお医者さんをね。で、そのお医者さんのいっぱいいる人たちと日々連携取ってる人がコロナに感染してもいいから送別会してるんですよ。でも、じゃあ小池百合子さんって誰が怖いんですかって言ったら、世論が怖いわけですね。でもテレビがコロナが怖い、コロナが怖いって言うと、どんな状況が起こるかっていうと、コロナが危険だから夜の8時以降や9時以降外に出ないでって言うと、コロナが怖い人って高齢者ですよね。高齢者が外に出たら何するかしたら、テレビ見るんですよ。視聴率が上がるんですよ。コロナが怖い怖い危険だって言うと、テレビがどん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 視聴率が取れるから、テレビ局はコロナが危険だと煽り続けます。コメンテーターを見てたらわかるでしょ。みんなコロナが怖いって言いますよね。おかしすぎるでしょ。東京都でコロナによって亡くなった方の平均年齢ってなんと79.6 歳とかって言われてます。79歳ですよ。平均で亡くなった人の。こんなの寿命に決まってるじゃないですか。だからね、それはね、コロナの唯一怖いなと僕は思ってるのは、全く健康だったような人、まあ、いわゆる高血圧とか、肥満とか、まあ、僕も人のこと言えないんですけど、そういう人が確かにコロナに感染して急にこう亡くなるっていう事例が確かにあるので、全く危険とは、危険ではないとは当然言いません。でも、そんなに恐れる病気なのか、そのエボラ出血熱のように感染したらもう死に、全員が死の、生死のね、境を歩むのかって言ったら、もうそんなレベルじゃないんですよ。だから、今回のこの事件っていうか、このまあ、生じ、これ、どういう処分を厚生労働省として下すのかわかりませんが、全くもってコロナは危険じゃないと、ほぼほぼ危険じゃないということを厚生労働省の職員23人の人が、身をもって発信してくれた、発信してくれた出来事だと思います。で、これが、飲みに行った23人が、正しいのか、僕がもちろんその人たちに同調してますから、正しいのかについては、歴史が証明すると思います。ということで、コロナは危険ではないという証明を厚生労働省がしてくれているという話でした。以上です。元 NHK 職員で NHK から国民を守る党、改め NHK 受信料を支払わない方法を教える党、党首立花孝志が NHK をぶっ壊す。